い、皆さんこんばんは。クリームノイズケーキムービーポッドキャストです。はい、ザ・グッドアースとキャプテンです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今週もこの時間がやってきたんですけども、ということで今週はですね、結構こう丁寧になぞってきたカニエ・ウエスト3部作の、はい、まあ3作目、まあ第3章って感じなんだけど、うん、まあ目覚めっていうタイトルがついてて、はい、いやーこの回は結構あれでしたねって感じなんですけど、まあキャプテンどうでした、とりあえず3話を。まあそうですね、まあ、結構やっぱだから今の本当カニエにつながる、うん、まあ言動というかその流れの本当に、まあね、だからなんなら今回でその今回のその3部作がなんで作られたのかとか、うん、いわゆるなんで今こうなってるのかっていうのを結構鮮明に描き出すし、そうそう、ある意味タイムライン的には現代なのはこの回なんだよね。そうそう、であとやっぱその内容的にもやっぱこう監督のクーディのメッセージがこうなんか詰まってる感じってよりね、まあそうだね、だから一番の時も話したけど、ある意味このドキュメンタリーっていうのはクーディのドキュメンタリーでもあるんだよっていうのを改めて感じるっていう、うん、そうですね、そうとこだったりするんで、まあだからね、何度も言うようにこのカレッジドロップアウトをリリースして一躍スターになってっていうところで、まあ2話終わってね、うん、でまあなんかはっきり言ってこういろんな嫌な情報がわーっと流れてっていうところで、あ、今回もオープニング始まるんだけど、うん、まあはっきり言ってこうグラミー3部門取ってさ、うん、いきなり3部門デビューで取って、うん、これがうまくいくのかなと思ったら急にこうフラッシュバック的なこう映像がわーって流れて、うん、まあなんだろうな、やらかしがいっぱい出てくるっていう、まあそうそうですね、ちょっと暴走というかそうしたね、まあだからあのブッシュは黒人を無視してる発言とかは当時そのカトリーナとかで、うん、ブッシュの支援が遅かった時のその話だったりするんだけど、うん、まああといろんなものがね出てきて、まあ2006年のグラミーの後とかがまあ一応時間的には出てきて、うん、まあこれなんでかっていうと、この間クーディがちょっと離れるって話なんだよね、そのカニエからね。まあそうですね、うん、そうで、いわゆるまあクーディ自身がちょっと俺が部外者になった感じだっていうのところから始まるっていうのが第3話、うん、まあ、まあカニエがバスター街道も上り詰めすぎちゃって、そう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 、やっぱねこうなんかもう本当一緒に作ってきたって仲間だったのが、まあなんか昔の友達なんだぐらいのポジションにね、そう、まあだからいわゆるその自分を演じるようになったって、まあクーディが言っててこの中で、ね、うんうん、はいはい、でまあそれでさっき言った2006年のグラミーの後のまあアフターパーティーみたいなね、うん、ところからまあ撮影っていうか話が始まるんだけど、うん、まあここで合わせて出てくるのがまあクーディ父になるっていうのが出てきて、うん、はいはい、まあ、ある意味これも完全に転機になって、うん、ある意味こうなんつうのかな、彼らのいわゆるクーディとカニエのドキュメンタリーだったのが結構こう、うん、ここでちょっとこうたもとを分かったじゃないけど、まあそうですね、うん、完全にはクーディのドキュメンタリーにここでちょっとなるっていう風が出てくる、うん、でまあなんだろうな、ここのなんつうのかな、そのクーディのそのカニエの信じ方、はいはい、まあだから当時本当にまだ17歳とかだったカニエを、まあ結構クーディは上なんだよね、うん、確か5歳以上上で、だからこの時ね24とか言ったら7歳ぐらい、そうそうそう、上だったから、うん、それでこうカニエを信じてさ、うん、ね、シカゴでこうチャンネルゼロやってたのにやめてニューヨークにまでついてきちゃう、まあ、確かに そこからそうか、17歳の時にもう、そう、で考えるとまあクーディがどれだけカニエを信じてたかって話でもあるんだけど、まあ確かにそうですね、でまあここでもやっぱり出てくるドンタ・ウエストね、お母さんが、うん、話でお母さんのおかげである意味ここでカニエと再会することにもなってて、うん、まあこれが本当にねカニエ・ウエスト基金ってところで、うん、いわゆるこう2人で気づいてきたものみたいなのを確認するように、いわゆるそのカニエの映像を撮ってくれってドンタに頼まれて、うん、あのいわゆるシカゴに戻ってきて、はいはい、カニエに久々に撮影するっていう風になるっていう風になるんだけど、うん、まあオープニングでまあだから序盤で出てきてしまうこの2007年 の、うん、このドンタが亡くなるっていうくだりね、まあ早いね、でここでまあこれは一話の時も俺話したけど、この Hey Mama って曲があってさ、うん、いわゆるそのお母さんに本当向けて作ったカニエの曲があるんだけど、うん、これがまあ本当にね2人で一緒に歌うシーンが出てきて、ここは本当に超、ね、超エモいというか超泣けちゃうシーンなんだけど、ここは、うん、でまあ分かりやすく言うと、明らかにこっからちょっとカニエがおかしくなっていく感じが出てきてて、まあそうですね、うん、でまあいわゆるその亡くなったんだけど、うん、彼女がねいわゆるドンタが亡くなって、うん、みんなにこう休めって言われたんだけど、うん、きっと母さんならステージに立てって言うよって言ってツアーに出ちゃうんだよね、そうですね、はい、だけどここで初めてそのツアーの映像を撮ったんだけど、クーディがここでもね、うん、初めてツアー中に撮影を止められるっていうシーンが出てきて、うん、でしかもこれスタッフがさ、
もう意思疎通できてないから、クーディー取ってんのに、クーディーをツアーに連れてかないみたいなことにもなっちゃうっていう。なるほどね、はいはい。っていう、こう、なんかその、人間関係のガチャガチャ感。まあそうですね。うん、本当にその、混乱してる感じっていうのも表してて、うん、で、ここでまあ、本当に分かりやすく、他人が巨人に見えるっていう映像が出てきてさ。ああはいはい、まあこれあの最初でねお母さんが言ってたやつですね。そういわゆる鏡絵に巨人は映らないのよって話をしてた話がフラッシュバックしてきて、さらにこれは多分分かりやすくアニメのガリバー旅行記かなんかのね映像がこう挿入されて、うんはいはい、でここで一気に時間が飛ぶんだよね。このあとはけてこのあとのカニエってかなりやばくてさ、うん、まあこれだから簡単に言うと、まあこのあといわゆるそのテイラースイフトのそのスピーチを妨害するような話が出てきて、はい、4000は良かったぞみたいな、そう、ね、これを言っちゃって本当にこう、うん、まあ1年間叩かれ続けてそこでね、うん、でさらにこうまあ巨悪神経症、まあはっきり言って双極性障害だよねこれはもうね、うん、っていう風にもう完全に言われるようになって、でもさ、うん、これもだから前も話したそのエイトハートブレイクホテルとか、うん、まあマイビューティフルテイストファンタジーとかこう、うん、曲はどんどんいい曲ができてくるんだけど、うん、状態としてはっきり言って悪くなってる感じっていう、うん、まあはいっていうので、まあこれなんで一気に今度時系列が飛ぶかっていうと、うん、クーリーがこの間完全にカニエから離れちゃうんだよね。ね、そうなんですよね。もうさっき言ったごちゃごちゃがもう面倒くさくなっちゃって、うん、で一気に6年空くんだよ。そうですね。はいはい。ただ本当にその1話目で俺が話してたそのカニエのハイライトみたいなね、うん、なんだろうな、これも本当良くないんだけど、いわゆるカニエがさ、作曲が癒しだって言ったこともあると思うんだけど、うん、彼が辛い時こそ癒しになって音楽が良くなるんだよね。まあ、本当に意味で自分が求めてる。そう。元ができるから、うん、だからさっき言った8-0もそうだし、うん、トゥイセットファンタジーもそうだし、この後イーザスもそうだったりするんだけど、うん、本格的な評価はまさにここがトップなんだよね、実はね。まあ、なるほどね。っていう風になってるところが、まあ、ここは撮影されてないから、一気に飛んでいくんだけど。私、まあ、特にもう自分でビートも全部作ってるから、よりね、それ影響しますもんね。まあ、だから本当にその8-0が本当にお母さんへの、ラブソングだらけだったようにってことで、うん、で本当にまあこっからもう本当になんだろう、アーティスト化していくっていうかさ、全てに関してクリエイティブコントロールしていく風になっていくんだよね、うん、カニエがより、はいはい、だこれでまあ洋服作ったりもするようになるし、絵描いたりするようになるしっていうのもどんどん出てきて、うん、でまあここで2014年になって、じゃあなんでクーディがまたカニエと関わるようになったかっていうきっかけで、うん、カニエもお父さんになったっていう、はいはい、でここでまあ本当にカニエ自身が父になってるっていうところもあるし、彼の心境の変化もあるし、ここで出てくるのがまあコモンなんだよね、やっぱね、うん、地元の先輩コモンがフェスをやるっつんで、うん、でここにカニエがサプライズで出ると、はいはい、っていうのでクーリちょっと取ってくれよってコモンに言われて、うん、クーリも戻ってくるっていうところで、うん、まあ、ここやっぱヒップホップだよね、やっぱね、地元のコミュニティでやっぱり成立してんだよなっていう、ね、もうだからこんだけビッグになってもちゃんと出るっていうね。で、ある意味ここで、なんだろうな、映画的に非常にいいシーンがあって、カニエがさ、うん、ステージに出てきて、うん、こう、ジーザス・ウォークスをやるシーンでさ、うん、カニエをこう、客席の方から撮ってるシーン、カメラが急に出てきて、ステージで撮影してるクーディと、うん、カニエが初めてツーショットになるってシーンがあるんだよ。あ、はいはい、これが結構印象的なカットで、結構その、うん、なんだろうな、いいカットというかね。まあ確かに確かに。とかまあ、またね、その地元の、その要は止まってた時間がまたね、そう、また動き出すようになってて、うん、だからクーディもこの中で会いたいが分かんなかったと、うん、いや本当に俺カニエと会って大丈夫なのかなと思ったんだけど、このライブを撮影またして、うん、カニエとまた話して、やっぱり俺あいつに会いたかったなってなるっていうところは、うん、本当にこう結構いい話というかね。まあ確かにそうですね。そうで完全にそのあの頃に戻った感じでさ、2人の関係、うん、あ、本当にその序盤のさ2006のグラミーの後とか本当になんだろうなんだろう、この気まずい映像を見せられるこっちの気分なんか名前を本気で間違えてんだか冗談だか分かんないけど、ね、名前間違えて笑えないジョークがずっと飛び交う感じっていうか、そうそう、でやっぱそうですね、なんかこうその一瞬だけチャンネルゼロ地元でとか言うけど、結構後回し的なね、なんかそのいい感じになっちゃってっていうところもあったから、うん、この時に本当にあの頃に戻る感覚があって、うん、ああよかったなってなるんだけど、クーディーもある意味ここでもう一つターニングポイントが来て、うん、
ね、クーディの家族の話が出てきて、クーディのお父さんの誕生日っていうので、うん、面白いね、クーディの家族みんなカメラ構えてるっていうところがさ、やっぱりみんな、まあクリジでもちっちゃい頃カメラとかね、そうそうそう、確かなんか出してもらったから、うん、やっぱりみんなカメラ撮ってんだなこの家って感じでだけどこれをきっかけに彼の父も亡くなっちゃうって話も出てきてね、それが一応この中で最後だったって言いましたね、そう最後の、まあ、そうだからその誕生日会がお父さんに会えて最後だったのが出てきて、うん、でまあこれでまた時系列さーんと飛んで、うん、2016年の3月かな、うん、あのライフ・オブ・パブロの視聴会っていうのが出てきて、うん、この辺りから、まあ、まあカニエはやってたのがいわゆるスタジアムにファンを呼んで、うん、いわゆるなんつうのかな、この服のコレクションの販売と、うん、そのアルバムの視聴会を同時にやるって企画を始めてて、はい、まあだからなんつうのかな、スタジアムに5万人とか集めて、うん、でこの視聴会の前後でグッズを売ってるんでね、このカニエが作った服を売ってて、まあだからそれにこう2時間とか3時間並ぶみたいな事件が、うん、ことが起きたりとかして、まあだからこれも本当にすごいのがさ、うん、この頃のカニエのアパレルって本当に高くてさ、はい、あのロンティーなのに2万とかするみたいな、おー、まあ、当時からかなり高級に志向にはなってたんだけど、うん、でまあここでのカニエのこのなんだろうな、音楽に対する純粋さみたいなところも結構見えてて、うん、であの PA のさ横にずっといて、はい、ずっとこう卓いじってさ、こうやって聞かせてくれ、はい、こうやって聞かせてくれっていうので、うん、でこうみんなで曲を聴いてみんなで踊るみたいなところ、はいはい、はやっぱ実はやっぱ変わってないなってところでも実はあるっていう、まあ確かにね、そうですね、最高の状態で聴かせたいってことですよね。でなんかクーディがある意味ここでちょっと離れた目線でさ、カニエの方撮ってて、うんうん、彼の夢が本当に実を結んだんだっていうところで話すんだよね、うん、いわゆるその音楽で有名になりたかったカニエ、うん、アートもやりたかったカニエ、服も作りたかったカニエっていう、うん、あだからこれであのライフ・オブ・パブロに出てくるさ、あのカニエカニエのフリースタイルが出てくるじゃん、そのシーンで、うんうん、あのカニエを連続するあのバース有名なバースが出てくるんだけど、はい、まさにこれがだからクーディが撮ってる身を結んだカニエっていう、うん、いろんなことがやりたかったカニエっていう、うん、はい、ところにもなってて、だから本当にある意味ここはもう編集上手だなって感じなんだけど、まあ確かに確かに、うん、でまあここでクーディが実は全然カニエと喋れなくてって話も出てきて、うん、で彼の今の心境を実は聞きたかったんだよっていうんだよね、カニエ、うん、さっき言った服も作って音楽も作って、うん、アートもできて、まあ、今どんな気分だカニエって聞きたかった、全て実現した後のね、なんだけど、この後、カニエに対して出てきちゃうのは、うん、赤いキャップのあいつなんだよね。ああ、まあそうですね。はいはい。俺、マガっていうのが出てきて、うん、メイクアメリカグレーターゲンの人が出てきちゃってさ、そうですね、ここでトランプ登場で、まあ、はっきり言って、この後のカニエっていうのは結構もう本当にひどくてさ、これがだから2016年3月に、うん、ライフ・オブ・パブロの視聴会をやった後に、うん、2016年11月19日とかかな、まあ、大統領選、そうか、確かにその時期、ね、大統領選が始まって、でもカニエはとにかくトランプに会いに行っちゃったりとか、うん、もう本当にいろんなことをしてね、うん、まあここで結構言われたのが、いわゆるそのヒップホップって人たちは、ヒップホップの人たちは基本リベラルなんだよ、やっぱりね、うん、まあ、なんでかというと黒人でマイノリティだし、うん、いろんな人の権利をこう歌う歌がいっぱいあるはずだから、うん、その時にリベラルだっって言われてたのが、ここで初めてカニエはリベラルじゃなくなったって言われちゃったんだよね、あー、まあまあ確かに、そうで取り上げられたりしてたんだけど、うん、まあこの後も本当に暴言の数々というか、うん、まあでも今のあれもそうだよね、あのツイッターに連投みたいなさ、そうそう、だからもうこの時からも今のスタイルと変わってないですよ、だからそうやってることは一緒なんだよ、だから6年前これのあの進路が変わってるってだけです、うん、でまあここでカニエが入院しちゃうんだよね、うん、はっきり言って双極性障害でぶっ倒れちゃうんで、はいはい、でまあ本当に生死をさまよってるっていうか、まあ本当に隔離病棟に入れられちゃうぐらいひどくなっちゃってて、うん、いわゆるまあ精神病棟に入れられちゃうっていう状況が出てきて、うん、でまあはっきり言ってクーディはどうしようもなかったっていう話で、うん、まあそうですね、彼の気持ちを思ってるけどもうどうしようもないなって話をしてて、うん、でまた飛んで2017年にロサンゼルスでやっと再会するっていう、うん、でここなんだよね、ここで初めてまた再会して、うん、ドキュメンタリーをやりたいんだよねって話もここでまた復活するっていう、はいはい、はい、そうですね、うん、今までの実は2016年のパートっていうのはクーディが個人的に撮影してたってだけなんだよ、
まあそう呼ばれたりとか、そうですね。うん、いわゆるこう部分部分で撮ってて、ドキュメンタリーにしようとして撮ってないってところなんだよ。うん、確かに確かに。で、まあここで出てくるのが、あのキッド・シー・ゴースのレコーディングシーンっていうのが出てきて、うん、まあ、あのキッド・カディで、ね。キッド・カディも出てきますね。で、キッド・カディと話してるときに、ここでまああれですよ、僕たちにとっては結構身近になった言葉がまた出てきて、うん、あのオピオイド系の鎮痛剤、これ今、ね。あ、ね、そう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 。いや、カニエ、ダメやん、それ。やっぱそうか、でも、まあ、こんだけお金あっても、やっぱオピオイド行っちゃうんですね。まあ、逆に言うと手に入りやすいから、やっぱり。そうか、まあ、関係ないか、お金は。まあ、合法だから、やっぱり。うん。合法薬物なんだ、あれはね。でも、依存してるって思ってけど、それも自覚がないみたいな、なんか謎のこと言いましたけど。まあ、そうそうそう。だから、彼の不安定さを象徴してるんだけど。うん。まあだからここでなんだろうな、打ち合わせの連続の映像が出てきて、まあ東京行ったりとか中国行ったりとかさ、うん、いるんだけど、なんかカニエがずっと孤独な感じだなっていうのがこう、クーディが打ってる映像で思ってて、まあ、そういうことこのさっきのレコーディングの時も、なんかいろんなこと実現できて、で結婚もして子供もいて、すべて手に入れたけど、それでも死にたくなる日があるみたいな。そうだ、まあ、限りうつ病だよね、これは。そうですね。統一的な話なんだけど、まあだから、うん、あの、実はだからさ、キッドカディ自体がそういう人なんだよね。ああ、まあ、そこそこ。キッドカディがどういう人かっていうと、あの、エモラップを始めた人っていうイメージで。ああ、そこそこ。いわゆる本当に自分の内省的な歌をある意味メジャーにした人がこのキッドカディなんだよね。そっかそっかそっか。だから結構その、楽曲的なキャッチーさってキッドカディ実はあんまないんだけど。だけどその歌詞の世界観みたいなのが今とすげえつながってるって、みんなに共感できるっていうか分かりそう、本当にだからエモラップを始めた人ってイメージだといいと思うんだけど、まあだからここで出てくるよ、やっぱりさっき俺が言った想像という癒しなんだってカニエが言うんだよね、ここでもね、うん、何かを作ることで癒されるんだっていう、はいはい、だから服作って、うん、絵作ってみたいな、うん、ね、あのなんか陶器で皿作ってみたいな、そうでもなんか確かにこれ見てるとなんかそのまあその作る何かを作る楽しさみたいなもの当然ね癒しってあるかもしれないけど、単純にやっぱその没頭することでなんか忘れられるものを忘れたいみたいな雰囲気もなんかね感じますよね。まあだから前も話したけど、何か作る人っていうのは何かを喪失してる人だっていう、うん、何かをこう欠落してる人がそれを埋めるために何か作るんだっていうのはよく言うけど、カニエのこのことはまさにそんな感じっていう、うん、なんか寂しいんだろうなっていう、逆にじっとしてるとやっぱこうなんか何か襲ってきちゃうというか、そう辛くなってきちゃうんだろうなっていう、だけどここでまたその打ち合わせから帰ってきてアメリカに戻ってきたら、うん、またトランプとくっついちゃうっていう、うん、はいはい、でまあ本当になんだろうな、ここででもクーディは言うんだよね、カニエが助けを求めてるように見えたっていう、うん、だけどもうここでもう完全にもう間がってなっちゃって、はいはい、まあ、ある意味、なんだろうな、うん、ここである意味、まあ、今のような状況になるんだよね。ちょっと一回干されるじゃないけど。うん。完全に愛想つかされちゃうっていう、周りにね。うん。で、これで2019年に、あの、サンデーサービスっていうライブを始めて、うん、これ、まあ、日曜礼拝の、なんだろう、ライブ版みたいなのを始めるんだよね、カニが。まあ、なんかそうですね、はい。だから、今回、結構、この映画の中で出てくるの、神って言葉は結構出てきてさ。うん。だからこれはもうカニエがまあ経験なクリスチャンなのもそうだし、まあ、クーディもそうだから、うんうん、神っていう存在がかなり出てきて、うん、お言葉と結構スピリチュアルな感じになる。まあそうですね、だから結構キリスト教的な、そうそうそう、本当バックボーン、モーロバックボーンの曲というかね。まあだからここで分かりやすくアルバムがジーザス・イズ・キングとかになって、まあ確かに確かに。なってくるってことで、うん、でまあ本当にスピリチュアルな方に行くなっていう、でも逆に言うとカニエにはこれが必要だったんだなってことでもあるんだよね。うん、まあそうですね、だから結構だから自分が救われないからだなって感じしますよね、なんかね。まあだからよくあるんだよね、その依存症の患者の人が結局やっぱキリスト教に救われて、うん、いわゆるキリスト教原理主義みたいなものにはまるっていうのはかなりのパターンであって、うん、基本的にそのアルコール依存症のその構成プログラムっていうのは基本的にキリスト教を元にできてるっていう。まあ、ああ、まあまあ、そういうセラピーみたいなのもそうか。っていうのもあるから、やっぱりそのカネがそういうところに行ったっていうのはある意味、こう、偶然じゃないというか、ね、必然的だなっていうことでもあるんで、うんうん。で、まあ、2020年になって、これでまあ結構現代的なタイムラインになってきて、うん、いわゆるコロナがきっかけで、この映画ができたっていうのが初めてわかるの、うん。まあそうですね、はい。いわゆる20年前の映像を編集するきっかけになったんだって、この期間が。うん、そうですね、自粛期間に。で、まあ、この後だよね。うん。まあ、この後が、まあ、本当に、まあ、さっきのトランプの下りがまだ続いてるっていうので、うん。
あの7月7日大統領選っていう日出馬っていう今度はね自分が出ちゃうっていう。ああ、ここも本当にしんどいなって感じなんだけど、確かにこれまあ記憶新しいですもんね。まあでもここの前後でね印象的なセリフもあって、うん、あのクーディも言ってるのは監督は神なんだっていう、うん、あの監督イズゴッドっていうのが出てきて、はい、まあここもだからだいぶスピってはいるんだけど、でまあさっき言った大統領選に出るよってなって、うん、でまあドミニカに行くんだよねここで、はいはい、アニエもクーディも、うん、でまあこうなんだろうな、こうこのドミニカでさ、カニエがこう、うん、いろんなそのアートについて語る映像が出てきてさ、うん、で打ち合わせみたいなところでさ、はい、みんなにね、こう、前立てが。でか、どんどんヒートアップしていくんだよね。そうそうそう。で、どんどんヒートアップしていくと、あ、これやべえなってなるんだよ、これ、もうどう見ても。うん、これさ、ちょっとまあ、こっちも見てる方も分かるレベルでさ、うん、あ、これ、カニエやべえなってなるんだよ。まあそうですね、はい。そういうやっぱクーディは優しいなと思うのは、ここでまあ普通のドキュメンタリー作家だったら、まあ、面白いから撮り続けようとするんだけど、うん、面白いっていうか、そのね、やっぱその、やっぱその人が狂っていくってことかって、撮りたくなっちゃうね、はい、面白いところだね、はっきり言って。映画としてはここは面白いところだね。そう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 。まあだからこれは前、そのドキュメンタリー映画を語るときに俺も言ってた、うん、面白いってことは辛いってことだったりするっていう。そう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 、その人にとってはね、確かにそう思うんだけど。だけど、クーディはここで撮影止めるんだよね、カチャッと。ね、そうなんですよね。ここはだから、クーディの、 その人柄というか、カニエとやっぱりその友達でありたいっていうのが絶対出てて。そうですね。だから、自分の知ってる、本当、カニエじゃなくなっちゃってるってことですね、本当に、その時は。で、これが結構、この後も出てきて、本当に俺ね、3話目辛くてさ。うん。この3部作、その、ワン、ツーである意味、サクセスストーリー完成してんじゃんって話は先週したけど。まあ、そう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 。それに関しての今回の3話目っていうのが、やっぱりその、まあ、なんだろうな、いわゆるその有名なことはライズ&フォールって言ってさ、うん、のでからこう落ちるまでっていうのはよく言うんだけど、うん、まさに登りきったカニエがこうどんどんおかしくなっていく様っていうのがこの3話目かなっていう。まあそうですね、うん、一つの物語かなと思うんだけど、まあ本当にね、うん、まあその大統領選に出ると言ってさ、うん、めちゃくちゃな公約を掲げてさ、うん、でまあそれでまた急にそのなんだろう、お父さんの中絶の話をしだして急に泣き出す映像とか出てきて、あ、はいはいはい、これかなりきついなっていう、どう見てもこれはもう精神状態ダメでしょっていう状態で出てきて、うん、でまあはっきり言ってクーディもちょっとしんどいなって感じになってきててね、うん、でなってて、まあここで面白いのはワイオミングの牧場でレコーディング始めるっていう、ね、うん、これがまあはっきり言ってその最初だけどドンタの話なんだけど、うん、でまあ本当にさ、牧場で本当に設備入れて何でもないとこでレコーディングしてんだよね、これ見て本当に周りなんもないですもんね、家その建物以外ね、で本当になんか UFO 来そうな場所みたいな、いやいや、ほら、そうダダピロイだけっていう、そうで、なんかそこになんかカメラ連れて行ったら本当にあのデイムダッシュのジャスティン・ビーバーもいるみたいな、ね、そうこんなとこに本当に呼んでんだみたいな、そうとか、そんなとこ来るんだみたいな、そういう感じです。で、あとなんだろうな、ここであの面白かったのが、まあここでも本当にあのなんだろうな、この前のあのタクシードライバーの T シャツじゃないんだけど、うん、あの後ろの画面で映画見てんだけどさ、あー、なんか流れてますね、はい、あれ蜘蛛の巣城なんだよね、多分蜘蛛の巣城、黒沢明なんだよね。ああ、はいはい。それが多分後ろで流れてて、わ、カニウエスト黒沢明なんて見るんだって。へえ、じゃ結構映画通なんですかね。てか、結構まあ映画好きなんだね。まあ黒沢明有名だしね。まあまあ、スター・ウォーズのね、なんか。まあ、隠し砦の三悪にはまあ、スター・ウォーズの元ですから。って言ってますよね、うん。っていうのもあったりとかして、まあ、まあなんだろうな。本当にだからこういうところでも、なんかいろんな、カニエがこういういろんなものを見てるんだなって、ちょっとわかるところでもあったりとかして。確かに。でまあここでもまあ白熱してくるわけですよ、カニエがね、食事中にさ、うん、はい、あのリック・ルービンと電話してんだけど、そうそこも面白いですね、確かに。これでまたリック・ルービンに語る話がさ、うん、もうなんか超スピった感じの話っていうか、はいはい、ああこの人ちょっとやべえなっていうかさ、うん、この時点で結構わかるよね、今のカニエがちょっとこの時点でわかるんだよね、ちょっとね、まあ、本当だから今の続編とか、ね、今のビフォービフォーなんとか、その今続いてるやつですもんね、まさにね。はっきり言ってこれはもうあの陰謀論とかにハマってる人の話し方っていうかさ、そうだ、今のカニエになる本当入り口みたいな、そうところなんだよね、うん、でまあここでこうなんだろうな、はっきり言って何言ってんだかんというかさ、うん、リクルービーも完全にちょっとこう電話の向こうでこいつ何言ってんだみたいな感じになってるところみたいなところも出てきて、うん、でまあここでまあ車の中かな、なんかそのニュースかなんかを見ながら、ちょっとねここはでこうまたその
その自分のその世界というかその公約について語り出して、うん、ここでまあまたその2回目のそのあこれダメだってカメラを止めるシーンが出てくるんだけど、要はそのなんか YouTube かなんかあれそのまあカニエの制作についてちょっと批判してる動画みたいな、ね、テレビのそのねあのニュース番組みたいなのを見てて、うん、でカニエがまだここで激高するっていうところで、うん、そうそうそう、で初めてここでちょっと映画の雰囲気が変わってさ、うん、クーディーにカメラが向くんだよね、うん、で自分でクーディーが自分を撮って、うん、いやもうカニエダメだとこのままじゃって、うん、このままじゃ彼が壊れちゃうんだっていう話をここでクーディーがするっていうのが本当に印象的なんだけど、うん、はっきり言ってカニエはその王様でも何でもなくて、うん、苦しみを抱えたただの人間なんだよって言うんだよね。ああ、生身のね、確かに。だけどこれはカニエ自身も自分で言ってることでもあってさっていう、うん。で、カニエ分かっててそうなっちゃってるからさ、今っていうところでもあって、うん、あのカニエのそのしんどい状況がまさにこれでって話でさ。はいはい。まあまあ、カニエのね、その制作自体も本当にぐちゃぐちゃでさ、うん、出産した女性に補助金あげるっていうけど、いやじゃあ、じゃあそれって子育て支援でもないのみたいなところだったりとか、なんかまあね、中絶っていう文脈のですもんね。そうだからやっぱりさっきも話してたそのキリスト教右派的な、うん、はい、キリスト教原理主義的なそのお母さん感と、うん、その中絶がダメだみたいな話でもあったりとかして、うん、だからこれはだから逆に言うとカニエが分かりやすくそのトランプとかと近づいちゃうのはまさにこういうとこなんだよ、うん、だからその中絶の話をして泣き出すところもそうだけど、まあ、そうですもんね、うん、だから本当にそのキリスト教右派っぽいことなんだよね、結局ね、原理主義というか、そうですね、確かに。でまあ本当にこの神とつながってるみたいな話になっちゃって、うん、で本当にまあ本当にこの後だからまさにカニエのいろんな映像がわーってフラッシュバックしてきてさ、はいはい、若い頃とかのさ、うん、あのお母さんと楽しかった頃の映像とかわーって流れてきて、うん、俺本当映画として見てて本当にここが辛いっていうかさ、まあそうですね、ちょっとね、そう本当に彼がその一番おかしくなってて、クーディーが本当にやばい、このままじゃ本当にカニエおかしくなっちゃうってとこと、うん、クーディーがその昔から撮りためたさ、まあ本当に純粋に夢を追っててっていう、ね、17歳の頃のカニエだったりとか、うん、ね、お母さんと本当に仲良く、そうそう、そのお母さんと家の前で話してるところがさ、あ、ね、ね、いいシーンで出てくるわけじゃん、はいはいはい、私愛してるよって、いや俺も愛してるかもみたいなところのやり取りとかも本当最高なんだけど、うん、確かにね、だからその一番いい時と一番こうやばい時がこうクロスする瞬間みたいになってる、うん、なんかそう、ちょっとね、もうまあだから映画で言えばこれある意味クライマックスなんだけど、うん、で本当にこうなんだろうな、予断を許さないカオスみたいな言葉が出てきて、うん、まあ本当にカニエ・ウェストのさらにこの後を知ってるから余計にそれが辛いっていうさ、まあそうなんですよね、だからそうなんだ、これよりさらにもう今ひどくなっちゃってるっていうかね、まあさらにその言ってたことが陰謀論になってきちゃってるっていうか、キリスト教原理主義的なところをさらに超えちゃって、うん、いわゆるその反ユダヤだったりとか、まあ旧アノンだよね、ほんとね、うん、的なものになっちゃって、ある意味はっきり言ってね、トランプ派の人たちと同化しちゃったってことなんだっていうことですもんね、うん、っていうところでもあって、本当にその映画としても辛いし、だからクーディの撮ってての苦悩みたいなのもさ、うん、ところなんで、だからクーディが初めて自分を自撮りしてさ、うん、いやこのままじゃやばいんだってところは本当にそういうところだしっていう、まあそうですね、うん、だけどクーディもまあ経験なクリスチャンだから、うん、神なんだと、結局神とつながってるからっていう話になって、うん、だからその映画のラストがさ、うん、ね、あのアーメンって言葉で終わるっていうのはまさにそういう、ああまあね、そうですね、いうところもあってね、このドキュメンタリーを本当になんだろうな、あの1話2話のなんだろう、サクセスストーリーからのこのやっぱ3話目のきつさ、うん、まあ本当そうですね、なんかね、本当になんか分かりやすく自分を見失ってる感が本当な、そう、いやまあでもだからそのクリエイターとしてのカニエは多分、そうそう、もしかしたらその結構そのもうずっと続いてるものっていうか、そうそうそう、だから何か新しいものを生み出そうとか発想力とかそういうのはもちろんずっとあの続いてるけど、その自分としてのカニエ、そうだから結局ライベートというか、ギガというか、何かを作るってことは彼が何かを失ってるからってことでもあるから、そうなんですね、だからそこがぐちゃぐちゃになっちゃってるし、あと分かんないけど、そのやっぱお母さんが亡くなったってことがずっと生産できてない感じもなんか、まあやっぱそうだよね、だからやっぱそこは一番感じあるのかなって、うん、もちろんその、まあ、アルバムは作ったけどどんだって、そう
だから結局やっぱ弔い切れてない感じっていうなんかそうですね。ちゃんとお別れできてないよなって感じやっぱここでもするよねって感じで、うん、だから本当にこの3話目だけを語るのが本当にきついっていうか。そうなんですね。だからまあなんだろうな、はっきり言ってまあ双極性障害の人特有な感じにも完全になっちゃってるし、まあそうかそうか、まあ、そういう人が見ればあ完全にそういう状況だなって感じだから、まあだからいわゆるそのカニエを早く病院に入れろってのある意味そういうことだから、うん、だってまあ、だってクーリーとかもちょっとこうやっぱカニエに意見言うけど、どうしても、まあ、聞いてないよね。聞いてないし、やっぱどうせパワーバランスもね、うん、やっぱ気になっちゃってる、影響力もそういう。だからね、これは本当毎回言われるんだけど、音楽的には何を間違えてないんだけど、本当に人としての振る舞いを全部間違えてるよカニエって。そうね、ちょっとこれがね。だから作られる曲とかさ、作品とかはすげえいいんだけど、そうなんですよ、ね、だから間で言ってること全部めちゃくちゃなんだけどみたいなことになってて、うん、まあでもこれは本当に一番の時から俺が言ってる、本当にカニエが辛い時の方が曲がいいっていうのは本当にそうで、うん、だけど逆に言うとその陰謀論で心が今満たされちゃってるから、まあそうかそうか、曲もいまいちになってる感じっていうのは正直あって、まあでもそこでもちょっとでも似てるというか、でもそのよくミュージシャンとかアーティストが陰謀論ハマりやすいのって、うん、その創作で埋める何かの感覚と、いわゆる陰謀論で腑に落ちる何かの感覚ってちょっと近いにもあるんですかね。まあだからその現在のその社会みたいなものから隔離されちゃってる気分っていうのはやっぱあるから、そうでやっぱ見えない何かの不満みたいな、なんか喪失感みたいのをその作品で埋めてたものが今度は陰謀論、まあだからこれはもうだからよく言われるんだけどさ、そのピュアだなんだよねやっぱね、うん、あ、まあ、純粋なんだよある意味、まあ、受け入れるっていう意味確かに、まあ、で逆に言うと社会への疑問みたいなものがあって、なんでこうなっちゃうんだろうこの社会ってなった時に、うん、はいこれが答えですよって出されちゃうと食いついちゃうんです、絶対何か原因があるはずだっても思いますからね。だけど社会っていうのは複雑に入り組んでて簡単な理由ではないんだよってことだから、うん、それは俺たちが毎週ニュースをやってて、じゃあこっちはこっち派なんですね、こっちはこっちなんですねってならないじゃんやっぱり、うん、要は左派には左派の問題があって右派には右派の問題があって、さらに中道は中道で解決できない問題があってって話だったりするから、うん、でまた国によってそれも違いますね感覚も、でさらに法律が違って環境が違ってって話だから、そう、まあ、確かにそうですね、っていう話だから解決できないんだけど何かを解決したいんだよやっぱり、うん、ある意味そうか、だからすごい当事者意識が逆に強すぎちゃうみたいな、そうだから逆に言うと本当に感情にしちゃうんだよ、うん、だから逆に言うとカニエのあの神を信じてる感じもまさにそうでさ、そうか、まあ、だからあのサンデーサービスの時の時は神を感じるかどうかって感じなんだけど、うん、なんだろうな、だから俺はだから家族にキリスト教がいるから教会に行った経験もあるんだけど、うん、教会に行ってさみんなでゴスペルを歌ったりするわけよ、はいはい、ね、牧師さんの話を聞いて、うん、で歌った時にスピリチュアルな気持ちになれるかどうかって俺多分すげえ重要だと思う、あーまあまあまあ高揚感のあるゴスペルとか賛美歌をわーって歌って、うん、神を感じれた人はやっぱ神を信じれるんだよ、まあ確かに確かに、で多分カニはまさに感じたからサンデーサービスを始めるんだよね、うん、まあそうか、だからある意味経験なクリスチャンではある、うん、で俺は毎回言ってるけど経験っていうのは狂信的とイコールなので、まあそうですね、いいか、そうは確かに、だから逆に言うとこうなっちゃうから、うん、さらに病気もあるからカニの場合は、ね、よりこうなってってって話だから、確かに、まあそうか、信じるのは確かにまあねいいけど、やっぱ周りが見えなくなっちゃうのとはちょっとね、だ結局なんだろうな、信じるものは救われるんだけど、じゃあ何を信じるかなんだよってことなんだよね結局、うん、っていうところと実はつながってるから、だからまあ逆に言えば俺はその教会に行って賛美歌歌っても別に何も感じなかったっていうのは自分の方があるし、ああなるほどね、っていうのはやっぱ決定的なことだよなってやっぱカニを見てて思うし、逆に言うとクーディーとかもちゃんとクリスチャンだけだから、うん、やっぱそういうなんかそのなんだろうな、いわゆる神を感じれるみたいなってやっぱスピリチュアルな言葉だけど、うん、だけど感じてる人はやっぱ神が見えるわけですよ逆に言うと、うん、まあそうですね、そうなった時に神が言ってるからとか言われちゃうともうどうしようもねえんだよなってところでもあるっていう、まあそうですね、もう神に導かれてとか、まあ、お示しでとか言われてるとまあ確かに、まあそれに俺はなんか文句言う気はないけど、まあ俺は違うなってなるだけで、外部から言いようがないですもんね、っていうところもあるから、やっぱカニエ・ウェストのその純粋さ、やっぱ1話の時の彼の純粋さみたいなものが、うん、こういうことになってしまうっていうのはある意味悲しかったりもするっていう、まあそうですね確かに、でやっぱ足りないのはやっぱ母ちゃんなんじゃないかなっていうところでもあるんです、うん、ね、
でも母ちゃん自身がね、その売れてきてどんどん見た目が派手になっていく様とかもさ、確かにそれはね。だってね、母ちゃんが死んだ理由は結局、脂肪吸引の合併症で死んじゃったからね。あの自分のその美容整形で死んじゃったから。かまあまあ、そこはね、とか美容も取れてた。そう。っていうのもあったりするんでね、なんかその、なんだろうな、悲しいなって話であるんでね、やっぱね。うん。っていう話なんでね、まあでもね、本当にこのカニを見てると、本当になんだろうな、才能あるし、うん、超いいんだけど。うん。言ってることが超悪いっていうのはまさにこういうことだよなってことで。そうですね。やっぱ客観視がちょっとね、やっぱできなくなっちゃう。まあだから本当にここ何1ヶ月、2ヶ月のカニエはまさにこれの延長だよなっていう。そうですね、まさに、うん。だからまあ毎回言ってるけど、ドキュメンタリーっていうのは基本的に 2B コンティニュードで続いてるから、うん、ね。いわゆるロッキーみたいに、ちゃんちゃんってなって話がちゃんって終わるってことはないのでね、うん、ドキュメンタリーっていうのは。だやっぱこの先にカニエが、今のカニエがいるって考えると、うん、ある意味、ああ、やっぱつながってるなって感じだよね。そもそもこのネットフリックスのドキュメンタリーが作られた頃は、多分まだね、想像してなかったぐらいの悲惨なことがさらに起きちゃってる。今なってるってことだから。うん、っていうのを合わせて考えると、なかなか、ああ、っていう。まあそうですね、まあ、ぜひね、どうにか復活してほしいというか、まあ。まあまあだから本当にでも本当に俺は正直ちゃんと病院に行くべきだと思うよこういうのはね本当に。まあまあまあね。まあだけど本当に陰謀論とかハマっちゃうとこうなっちゃうよっていうことでもあるんでね。そうなんだよな、悪い、まあ、でも悪いことはしてないけど、まあでも悪いこと言っちゃってるからな。発言の影響力を考えると本当に悪いことしちゃってるから。擁護できなくなっちゃうのかまあ。ことだからね、うん。でもあるんでね本当にこのドキュメンタリーを見るとね本当に。ある意味ドキュメンタリーを見るってこういうことだよなって思ったりもしますよ。そうですね、確かに確かに。はい、じゃあそんな感じでね、カニエ三部作だったんですけども、うん、でまあタイムリーだったじゃないですか。まあ本当そうですね。だから本当一部でカニエを好きになって、そう。二部でこうカニエすげえってやっぱこう尊敬して、三話で心が痛むってそのあれあれて なんともね。そして今のカニエとつながるっていうね。そうなんです、ね。非常にタイムリーな付けだったんですけど、まあちょっと次回のドキュメンタリーもちょっとタイムリーなのでいこうかなと思って。あ、はいはい。もうあれなんですよ、10日後に始まるやつがあるじゃないですか。この収録日から10日後。うん。世界玉蹴り大会みたいなのあるじゃないですか。戦後の日本みたいな英語使っちゃう。世界玉蹴り大会みたいなのあるじゃないですか。いやいやいや。それに合わせてね、ネットフリックス様がね、今週の水曜日から配信開始しました、FIFA を暴くっていうドキュメンタリーが始まりまして、おお、はい。これまあ、有名な話なんだけど、まあ、うん、オリンピックもそうなんだけど、うん、はっきり言って、金券ワールドカップだって最近ずっと言われてて、まあまあまあ、サッカーワールドカップに関してはね。はいはい、まあね。でまあ、はっきり言って、いきなり南アフリカでやってみたりとか、うん、ね、いきなりブラジルでやってみたりとか。まあ、確かに確かに。どう見てもなんか情勢不安定なところでやってて、まあ、前回ロシアでしたしね。そうでさらにあれじゃん、そのなんつうのかな、サッカースタジアムの建設が間に合わないみたいなことになってたっけ、ブラジルの時とかね。まあまあ、南アフリカの時もなってたけど、はいはいはい、でなんでこんなところでやれてんのみたいな。うん。っていうのでまあはっきり言って裏金やら賄賂やらが超あったんじゃないですかっていう話が今回のフィバーはバックっていうドキュメンタリーで。なるほどなるほど。まあこれを見るとね、本当になんだろうな、スポーツってさ。うん、ある意味こう健全なものだと思われがちだけども、まあそうですね、何よりフェアなねものでっていう。だけど今のそのプロスポーツみたいなね、スポンサーがついて企業がついてってなると、うん、いやーこんだけ腐敗しちゃうんだなっていうのを改めて感じるというね。ビッグビジネスですからね。大きなビジネスにつながってるから、うん、やっぱりそのね、今の東京オリンピックのその今回あれだ、ね、それもそうなんだよな、ね、賄賂で4回目かなんか逮捕されたりとかしててさ、はいはいはい、まあだから実は2002年の日本招致の頃から実はあれなんだよ、さっきの、うん、オリンピックの汚職で捕まってる高橋っていう理事はさ、うん、もともと J リーグやってた人なんだよね。あ、うん、で完全に要はその流れなんですよ実は。じゃあ昔だったら裏金のプロというか、まあだからまさにこういうことをしている、だから2002年に東京に、まあ、だから日本にオリンピック、うん、ワールドカップを呼んだ人なんですよこの人。うん、ってことは、まあ、やってること一緒ですよね、だし。なあ、まあ、そうか、そうか。っていうので、今回ちょっとその FIFA を暴くをちょっとね、見てもらっていいかなと。なるほど。思って、今回もちょっと前後半2回でね、うん、やろうと思うんで。
確かに。でもなかなかでもそのネットフリックスもこの時期にみんな狙ってますよ、ワールドカップで盛り上がってこれからね、みんなで応援しようって時期にこれをぶつけてくるってなかなかこう。いやー、さすがですよね。うん。なんだっけ、あの、文春がさ、必ず何かあった直後にぶつけてくるみたいな。みたいな、そうそうそう。なんかあるじゃん、なんかドラマ始まったすぐにぶつけるとか。あ、はい、ありますね。確かに。なんだっけ、あの、なんかそう、なんかあの、AKB で総選挙勝った次の週にぶつけるみたいな。ああ、なるほどね。確かそういうのが確かあって、あの、そういうやり方だなと思ったけど。話題性。話題性としては一番、火は悪い時に打てみたいな話で。確かに確かに。っていう話なんでね、ちょっとじゃあ今回、FIFA を暴くをね、ちょっと全2回、全後編でね、ちょっと見ようかなと思います。わかりました。はい、じゃあそんな感じで今週もありがとうございました。いやー、ほんとカニエ・ウェストはなんとかなってほしいですけどね。でも、なんとかできるのはもう、もはや神のみなんじゃねえかなって気もするんで。まあ、それこそね、まさにね。ですかね。はい、じゃあそんな感じで今週もありがとうございました。さようなら。さようなら。